世話神組熊野社例大祭。世話神組に祀られる熊野社の秋祭りは9月の第2日曜日に行われます。この祭りには若い衆たちが獅子頭を正面に据えて、ボタンを染めた幕を覆った獅子屋台を引き、村を練り回ります。坂道が多い村を獅子屋台が練り歩くには、数少ない引き手の若い衆が力を集中して引きます。獅子屋台の舞は囃子に合わせて、怒って狂った時の舞、道中を練る時の舞、氏子総代とご祝儀をいただいた家での舞、祭りが終了する時のお別れの舞などを舞います。獅子頭を操る若い衆が交代で、笛と太鼓の囃子に合わせて左右に激しく動かし、高く振り上げながら舞います。笛や太鼓の囃子には若い女性も参加して笛を吹き、獅子頭の舞を盛り上げています。なお、この祭りには獅子屋台と前後して、長持ち歌に合わせて練る長持ちを担ぐ行列も行われます。